ラッキーダウン法定速度で走ってます。よろしく見てください。シャッケル、醤油お酢スプレー中国製。はい、こんにちは。今日ご紹介するのは醤油お醤油スプレー、スプレータイプシュッと一押し、一押しで醤油お酢がね細かい液状に出るので均一に味付けできます。ということで詳細見てみましょう。税抜き100円です。よいよい、シャキラウン。詳細、醤油お酢スプレー中国製です。サイズ約幅37mm、して奥行きも37mm、高さね124mm です。材質、本体ペット PET、 耐熱温度60度、耐冷温度-10度、キャップポリプロピレン、耐熱100度、耐冷10度、-10度ね。スプレー部分がポリプロペン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴム、耐熱温度60度、耐冷温度-10度です。あとパッキンチューブが、ポリエチレンで、耐熱温度60度で耐冷温度-10度、容量 90ml です。さあ実践に見てみましょう。税抜き100円です。それじゃあよいよい、実践シャキラウン。はい、実践です。醤油入れます、ね、醤油こぼれてもよいように皿の上で。今日は野菜サラダにね、もうこれ洗ってます、中洗ってます。野菜サラダに、はい、スプレー式でシュ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 、はい、均一に、はい、シュシュ出てますね。霧状はちょっとカメラに映ってないかもしれないですけど、はい、醤油かかってます。ということで、これは食べます。これもね、良い、良いですね。だから、良い、良い。シャキラウ、ありがとうございました。いかがでした？醤油、お酢スプレー。今日はね、醤油を使ってかけてみました。後で野菜サラダ食べたいと思います。それじゃあね、グッド評価、バッド評価、グッドバッド、あとコメントお待ちしております。じゃあまた次回も見てね。シャキラウ、カキンカキンダブルカッコ笑い、こちゃんけシャキマン、バイバイキングアンドクイーンクイーン、各園地球熱いぜ、外も中も熱いぜ、シャキラウ。